皆さんこんにちは、賃貸の崎です。本日は奈良市小野町にございますマンションタイプオートロック付きの物件のご紹介の方で来ております。まずこちらが玄関のスペースとなっております。こちらのね、素敵な間接照明の上にはトールタイプの手術ボックスが完備されております。こういう形でずらっとお持ちの靴を収納していただけるようになっております。さらにこちらペットウォーカー物件ということでですね、こちらリードをかけていただけるフックもついておりますので大変便利ですね。そして、収納もですねかなり充実しておりまして、まず廊下に沿ってこちらと、そして、はい、こちらにねございますので、外出用の荷物などをね収納していただけます。でさらに、こちらがですね浴室となっておトイレとなっておりまして、ウォシュレット付きの大変スタイリッシュなスペースとなっております。そして見積もりがこちらですね。木目調のパネルがとってもかっこいい追い上げ機能付きの浴室となっております。上には浴室乾燥もねついておりまして、冬の時期や梅雨の時期などもね活躍する設備がついております。さらにこちら嬉しい室内の洗濯機置き場と、こちらシャンプードレッサー付きのスタイリッシュな洗面台となっております。そして、すぐ前にはですねキッチンのスペースがございます。こちらが冷蔵庫置き場と、こちらも、はい、パネルもね、かっこいい収納スペースも豊富なシステムキッチンとなっております。コンロはガスコンロですね、3口ございまして、こちらグリルもついております。はい、レンジフードもとてもかっこいいものがついておりますし、上にも収納がございます。まだこちらにもですねスペースがありますので、オーブンやトースターなどはねこちらに置いていただきますと、お料理がね大変快適にしていただけそうです。でお部屋の方がまずこちらの洋室ですね。明るいね、光が入る窓もございまして、収納の方もかなり充実しております。はい、こういう形ですね。2つ行いまして、両方にハンガーパイプがついておりますので、お洋服の収納もとってもしやすいクローゼットとなっております。そしてリビングの方にこちらサービスバルコニーがございますですね。こういう形でちょっとですね、ちょっとしたものを置いておくスペースもございます。そしてリビングはこのような縦長の使いやすい間取りとなっております。こちらキッチンがですねこのように一部カウンターになっておりまして、ご家族と会話しながらねお料理をしていただけます。また、こちら窓もね、大きく確保されておりますので、大変明るく過ごしていただけますね。窓際にはこちら嬉しい室内物干しの設備がついておりますのと、エアコンは1台つけていただいております。さらに、バルコニーは、はい、こちらですね、しっかりとね広さがありますので、お洗濯物も大変しやすそうです。さらにもう一部屋お部屋がございます。こちらの洋室ですね。こちらも大きな窓がついておりまして、明るく過ごしていただけるお部屋ですね。はい、こちらも収納がついております。こういう形で、奥行きもねしっかりある半減分のクローゼットがついております。こちら DMDK の間取りということで、広く使いたい単身さんはもちろん、新婚さん、ファミリーさんにもおすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなし奈良心賃貸の崎では、皆様のお忙しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。奈良のもてなし奈良心賃貸の崎では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。